干潟はアサリを掘る場所、それだけでしょうか。一面泥のような場所ですが、実は相当に複雑で多機能な食物網が張られています。貝やカニのような低生生物は干潟に生物多様性を生み出す原動力です。特にアサリのような二枚貝はろ過食者と呼ばれ、異なる生態系をつなぐ大切な役割を果たしています。今回はそんな低生生物を餌とし、干潟に命を支えられている野鳥を守るために何ができるか考えてみましょう。 Knowledge and expertise are the wings that lead us to a heartwarming future. 愛知県にはラムサール条約湿地である藤前干潟があります。ラムサール条約では水鳥にとって特に重要な湿地を国際的な基準に沿って条約湿地に指定します。天然か人工かは問いませんが、絶滅危惧種が生息していたり多くの命を支えている場所と考えていいでしょう。世界各国が自国の法律を踏まえて地元住民の意向を汲んだ上で指定することが多いようです。実は先日藤前干潟の清掃に参加させていただいたので、まずはその様子や感想をお伝えしたいと思います。年に2回行われているこの清掃活動への関心は高く、初参加だったのですが人の多さに驚きました。この干潟、今でこそ保護されていますが、昭和の時代には大規模な埋め立て計画があったんです。市民団体による活動がなければ廃棄物によって埋め立てられるところでした。万葉集の時代から江戸時代に至り、今は内陸にある熱田神宮近くまで広大な干潟だったそうです。明治40年の名古屋港開港以来、経済発展に伴い多くの干潟が埋め立てられていきました。経済が潤い豊かに暮らせるのはありがたいことです。一方で干潟に頼ってきた多様な生物に多大な我慢を強いてしまったんですね。残り少ない干潟でさえ渡りの時期に潮干狩りが行われ、採取禁止の場所でも多くの人が生き物を持ち帰っています。食べきれないほどのアサリを採取する人も見かけますが、ちょっと心が痛みます。経済の発展や潮干狩りを否定しているのではありません。経済的な豊かさと自然の豊かさはやりようによって両立できるはず。ちっぽけながらこのチャンネルの動画がささやかな啓発になればと考えてます。それから今回の清掃活動に参加してゴミの多さにも驚きました。2時間ほどの参加でしたが、想像以上にたくさん拾えて嬉しいやら悲しいやら複雑でした。目に見えない化学物質やマイクロプラスチックなどは拾うことさえできません。干潟に化学物質をまき、隠れている低生生物が苦しんで出てくるのを実験する一般人の大人もいるようですね。そのような行動が拡散されて真似する子供が出ないことを祈るばかりです。破壊は一瞬ですが、復元には気の遠くなるような時間と努力が必要だということ、思い出してほしいな。おっと、話が長くなっちゃいましたね。干潟を守る活動への理解だけでもしていただけたらと思います。干潟が生物多様性に不可欠な場所だということ、そしてその干潟を守る活動をしている方々がいること、それらをお話ししたところで、今度は野鳥にフォーカスしましょう。野鳥にとっての干潟はどんな場所なのか、野鳥の映像を鑑賞しながらお聞きください。どうすれば野鳥を守ることにつながるのかが見えてくればいいなと思います。
干潟を語るに外せない野鳥はやっぱりシギかな。足の長さや多様なくちばしの形状は湿地での採取に特化した進化的適応。シギは生態系の維持や水域浄化に大きな役割を果たす定性生物によって命をつないでいます。深い場所に潜む餌を獲得するために驚くほど長いくちばしを持つシギもいます。シギのくちばしの多様性は干潟を含む湿地に生息する生物の多様性をも示しているわけですね。共助シギを見てください。シギらしからぬ短足ですよね。くちばしも短めでがっしりした印象。英名ターンストーンは石をひっくり返すという意味です。歴史では石を、砂泥では海藻などをひっくり返し、隠れている節足動物や貝などを探しています。冬の間、落ち葉をひっくり返している大型つぐみの白原を彷彿とさせます。白原も共助主義同様、ずんぐりむっくりな体型の野鳥ですしね。共助主義には干潟の白原という異名を与えたくなります。羽毛の色合いはシギにしては派手ですが、この迷彩パターンがかえって目立たないんですよ。ごちゃごちゃしている場所にいることが多いためです。干潟には浅い場所から深い場所までいろんな定性生物が分布していることはご理解いただけたでしょうか。海底にももちろん定性生物はいます。でも海底の酸素量は少なく、干潟ほど高密度で生き物を抱えることはできないんですよね。潮が満ちれば海水を浄化、引けばたっぷり酸素供給できる干潟という場所。人工的に再現するのは困難なほど奥深いシステムだということは国も認識しています。その事実が藤前干潟を守ることにも貢献しました。さらにその場所の生物群集を決定づける要素は複数あり、干潟の生態系については解明されていないことも多いです。例えば大地震が起こった後に干潟をどのように回復させるべきかなどの課題が存在します。海は地球全体の資源です。その場所固有の理由だけで現在の生態系が完成されているというような単純なものではありません。さらに言えば、数十億年もの時を経て今に至っています。そこには数々の偶然も起こったでしょうし、理屈だけで解明できることは案外少ないかもしれません。短い歴史の中で人間は多くの生物を絶滅させてきました。IUCN によれば現在4万2000種余りが絶滅の危機に瀕しています。しかもこの数字は評価済みの生物のみの数値です。一方でこんな例もあります。特集番組があったのでご存知の方もいると思いますが、北海道でオジロワシの急激な増加が確認されてます。オジロワシは翼海長が2メートルを超える大型の猛禽です。水域で狩りをし生態系の頂点にいます。増加の直接的理由は人為的な餌の供給のようです。日本では絶滅危惧種で天然記念物にも指定されています。数の増加は望まれるものの、実は手放しには喜べない状況になってます。渡りを放棄し自力で餌を調達しない個体が増えているそうです。さらに心配なのは工事捕食者の急激な増減は栄養カスケードを引き起こし生態系の崩壊を招くこと。改めて生態系との関わりの難しさを痛感しますよね。差し支えなければこの動画の感想やあなたのお考え教えてくださいね。
野鳥を理解し信じ高名な鳥見人となら。I hope you'll join me in experiencing the joys of understanding birds.